圧倒的な経験があります。そうですね、はい、技術も高いですし、まあ、昔はねもっとそのゴールに近いところで、はい、ゴールに向かってプレーする選手でしたけどね、今は少しポジション下げて。さあここはいい展開だ、神谷、神谷シュート、どうだ、決まった、愛媛1点返した、神谷が抜け出して決めました。神谷は今シーズン3点目、愛媛 FC が早い段階で1点を返した。このワンタッチですね、まずその山瀬選手はしっかり前を向いて前線にパス、それを吉田選手ワンタッチで神谷選手に、いいコンビネーションから素晴らしいゴールですよね。さあまだここは吉田に通るかどうか。